それでは行きます。はい、マトです。スーさんです。アイです。さあ今日も頑張っていきます。はい、今日は2月25日日曜日、時刻は6時を過ぎたところです。はい、疲れましたね。ねえ、今日は大変でしたよね。そうなんですよ。そして収録もちょっと早い時間に、ね、今なっているんで、みんななんでやろうと思ってはるかもしれませんが、そうそうそう、もう前からね、こちらご紹介をさせていただいておりました、はい、この YNC のスタジオが新スタジオに移転いたしまして、うん、そのお披露目イベントを今日やってたんですよね。ですよね。はい、ね、まあ、ライブ&フリーマーケット、そうそうそう、うん、結構来ていただきましたよね。そうですね、もう座布団いっぱい置いてたんですけども、そうそう、もう満タンになるぐらいね、うん、お越しいただきまして、はい、ちょっと雨の心配してたんですけどね。そうですね、ちょっとあの来る時間帯12時くらいはねやってたんですけど、はい、うん、その後ちょっとパラパラ降ってきまして、ね、はい、うん、それでもねフリーマーケットの方にも来ていただいたり、はい、もちろんライブも途中から、ね、はい、来てくださったりということ で、 ですよ、ね、たくさんの方にお越しいただきまして、うん、ありがとうございました、ね、まあまあ、読んだメンバーが悪かったかもしれないんですけども、おやおやおや、どういうことかな。まあまあ、そこはね、ちょっとまだ後で触れるとしてもね、はい、もう本当は朝あの、ね、昨日ね、天気予報見てた時ね、そっちか、そうそう、昨日見てた時に、なんでやねん、なんでに、あの明日晴れやねん、はい、昨日も晴れやねん、なんで今日だけ雨やねん、なんでやろうねっていうのがあって、うん、これ絶対そやで、みたいな感じで僕は天気予報見てたんですよ。ほう、うん、まあまあ、だからちょっとつぶやいたんですけどね、フェイスブックの方には、あ、やっぱりなみたいな、お前やよ、そう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 、網を連れてきた方がね、うん、いらっしゃるらしいということらしいですけれども、マットさんの天気男に勝つぐらいですから、よっぽど強いんだね。あのね、僕はね、野外で自分が演奏するときは晴れるんですよ、うん、あ、室内は関係ないんです。自分のためだけに晴れてるんですよね。そう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 、だから僕が歩いていくとこは晴れていくんですよ。万全のようやなみたいなね、感じでやっていくからね、いいんですけどね。はい、まあまあ、せやけどね、このねイベントするにあたって、うん、みんな体調を崩して、そうですね、年末から引っ越しはして、うん、もうほんとしんどい思いしながら、どうにか今日やれてよかったですよね。本当ですね、はい、特にね、滞りもなく、ね、あのライブの方も無事に盛り上がっていきましたし、はい、フリーマーケットの方もね、あの、うん、ライブに来てくださった方も見ていただいたんですけど、はい、フリマだけで来られた方もいらっしゃったんですよ。あ、そうなんですか。で、お近くの方ですかって聞いたら、王子から来ましたっておっしゃってて、へ、まあ、遠くから来てくださってありがたいですよね。女の人、女の人、そうなんや、お子さんと一緒に、すごいね。フェイスブック見てくださったのかわかんないんですけれども、はいはい、いらっしゃったということで、はい、だからフリマはね、あのまだこれから先も続いていきますんで、はいはい、またお越しいただければいつでも見ていただけますけどね。ですよね、うん、まあまあ、ね、頑張ってやらないとね。そうですね、ありがたいですよ ね、 ね、はい、ちなみにね、今日のライブ、はい、&フリーマーケットということで、うん、改めて今日ご出演いただいた皆様をで、全てご紹介をさせていただこうかなと思うんですけれども、そうですね、うん、はい、今回のライブですけれども、こちらは恵子さんのプロデュースということで、はい、ご出演いただきました。まずライブ出演されたのが恵子さん、はい、それからなおなおさん、うん、ルイチューさん、はい、マルトボーさん、うん、それからマルケンさん、うん、松本陽太さん、桂木圭介さん、はい、健康高尾と田中翔吾さん。あ、すごいメンバーやね。そうなんですよ、一部省いてね。そう、誰や誰やいやいや、まあまあ、そこはね、内緒でいくけどね、うん、聞いてはる方自分かってめちゃ気になるよね。そう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 、はい、それがすごいメンバーでね、やっていただいてね。そうですね、まあ、せやけどね、これを集めていただいた、うん、今回プロデュースしていただいた恵子さんね、すごいですよね。そうですね、ということで、はい、今日はあの出演いただいた方一部なんですけれども、はい、こちら残っていただいておりますので、はい、番組に出演いただきたいと思います、はい、ということで、プロデュースの恵子さんです。恵子です。はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました、YNC 新スタジオ開設おめでとうございます。ありがとうございま す、 ういます。どうですか、ここのスタジオの雰囲気っていうのは。前のとこ知らないんですけど。あ、そっかそっか、はい、まあ、前のとこ前に来てるやん。でも外にはしかいないかとか、中には入ったことない。入ったよ。入った、入った、入った。練習、練習してる。3、4年前なんで前かもしれないですね。練習してないと。まあ、前のスタジオというか前のお家が築100年ぐらい の、 あの古民家だったんですよね。で、今度のスタジオはまあ普通の一軒家のお家になりましたので、まあ特にこの冬の寒い時期の隙間風はだいぶマシになったかなというところはありますけれどもね。
でそして今日はあのライブのプロデュースということで、はい、恵子さんプロデュースでもたくさんの方集まっていただきまして、はい、でもあの、マットさん YNC マットさんということで、うん、もう心よく、はい、こんな行かなかったねっていう感じでしたよ。いやいや、ありがたいことでしたね。遠くからも来てくださってる方もね、はい、いらっしゃいましたし、はい、今日京都の方がね、はい、寸前に骨折しちゃったので、残念ながら、そうそうそう、はい、急遽ね、メンバー変更もありましたけれども、おっしゃってました。じゃあまた次の期間ぜひ、はい、ね、ね、お越しいただきたいですね。ね、はい、さあならまたいつしましょう。ね、次は明日でもします。早い早い。どうなんですかね。ね、まだ考え、はい、企画していかないとね。はい、あの今日のことで、うん、あの出られたい方もきっと。皆さんいらっしゃると思うので、ね、また声かけます ね、はい、そうですね、はい、皆さんどうでした、楽しんで行かれてました。え、楽しそうでしたよね、本当に良かった。なんか法事みたい、法事親戚の家みたいね。そうか、うん、あの上がね、あの座敷でお座布団を置いて、うん、そうそうそう、ね、皆さん座っていただいてたんで、うん、そういう意味ではあの確かに法事っぽいかもしれないですね。ですよね、はい、だからここでね、みんな集まって寝泊まりしようかみたいな、ね、気持ちでやったら、ね、合宿ができるかもしれないですね。そうそうそう、そうなんでね。でも、恵子さんは、こういう畳敷きのところでやるとかっていうそのイベントとかってあったりしました、今まで。どうですかね。大体普通ライブハウスとかですよね。1回ぐらいやったような気がするけど。あ、でもどうですか、くつろげます。ああの、うん、畳なのかな、あの、うん、天満の方にあるネタ小屋さんあたりは、はいはいはい、すごい変わった、座ってやりますよね、畳ではない、まあ、畳ではないんやけど、はい、もう地べたに座るような感じで、でライブをやるんですね。そうそうそう、はい、お芝居とか見るような、お芝居はそこでさ、はい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 、でもやっぱりそういう意味でいけば普通のライブとはちょっと違う雰囲気では今日こちらで、ね、やっていただいて、逆にどうなんですかね、そのスタジオとしては。あ、僕はね、うん、以前そういう民家でやったことがあったんで、うん、できると見込んでたんです。恵子さん的にはどうでした？あの、いろんなところがあって、いろんなところへ行けるというのがいいかなと思います、ね、うん、またイベントもいろいろやるんでね、はい、ぜひまたその時はプロデュースも、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。恵子さんでした、ありがとうございました。はい、さあ、そしてですね、またもう一方お呼びしましょう。マルケンさん、ね、もうたくさんの方が残っていただいてね。そうなんですよ、次々に今からね、登場いただきますけれども、喋りたい喋りたい言ってね、残ってはったんですよ。マルケンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしますね。マルケンさんっていうお名前は、これ、うん、ご本名から来てるんですか？本名のね、名字の頭と名前の頭を取ったわけです。取ってマルケンさんなんですね。まるまるケンケンっていう、そうそうそう、どんな名前？どんな名前？どんな名前？じゃなくて、これ頭だけ取ったら丸けんじゃないですか。まあまあそうやけど、でしょ、そうやけど、そんな名前の人 お父さんそんなつけへんか、けんけんなんかつけへんからね。そうかそうか。でもどうでした今日のライブは。なんかあれアットホームな雰囲気でね、うん、あの出演されてる方もね、あの顔見知りの方も多かったんで、はい、あの良かったな。あ、そうですか。丸けん、ね、うん、丸けんさん自身はこの YNC ってご存知でした？あの以前からマットさんとはね、あのお知り合いだったんで、はい、あのインターネット放送やっておられるっていうことは知ってまして、うん、何回かはあの聞いたことあります。ありがとうございます。どうですか今日今出演されてるという。まさかね、このあの、まあ、ここ新しいスタジオということでね、初めて来させていただきましたけどね、あのまさかここに出ることになると思ってましたね。そうですよね、残ったものだけの特権ですからね。はい、でも今日のライブはどうでした、ご自身の演奏としては。演奏はね、ちょっとね、あの反省多々あるんですけど。あ、そうなんですか。慣れない機材を使うもんじゃないということで。お、新しいの使われたんですか。あ、持ってたんですけどね、うん、なかなか使うチャンスがなくて、逆に今日やってみようということで、やってみようかなと思って、うん、持ってきたんですけどね、はい、普段使ってないものを使うとね、ちょっとミスりますね。いや、でもこれまた使わなくてもミスりますから。そうですね、またそんなこと言うし。いや、でも楽しんでいただけてるんやったら ね、よかったですよね。はい、はい、また次回イベントの時はぜひとも来てください。あ、またよろしくお願いします。はい、はい、ということで丸けんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだたくさんの方が残っていただいてますが、はい、ご出演いただいている皆様ですね。じゃあもう一方いきましょうか。いきましょう。はい、健康高尾さんですね。はい、健康さん、今日の雨を降らした。あ、さっき言っちゃった。あ、どうもこんばんは。よろしくお願いします。雨男の健康でございます。はい、ね、いつも
お世話になっております。いえいえ、こちらの方こそお世話になっております。僕ね、ほんまにね、先ほど言うたね、天気予報を見た時 に、見事に日曜日だけ雨ってありうるかっていうような天気予報やったんですよ。まあ、間だけね。そう、それ見た時に、ああ健康さん呼ばんかったよかった。私でもね、メッセージ見たんですよ、誰かさんのせいやなみたいな、はい、誰のことか分かれへんかったんで、あ何もあれ返事せんやかった健康さんのことやって分かれへんかったと思いますよ。逆にボケずっちゃったんですか。そうああいやでも、まあ、雨もそんなに激しくはなかったですし、まあまあね、はい、皆さん来られる時にはもちろんやんでたんで大丈夫なんですけどね。いや見事に東の出番の時だけ、はい、から雨が降ってきましたね。ましたね、はい、あれすごかったわ、ね、やっぱり。これまた一つ実績上がりましたもん、ね。ですよね。ライブより雨を降らした実績。どんな実績やね。でも私今日はね、ちょっと下の方に、はい、1階の方にいてて、今日はライブ2階でやってたので、はい、ほとんど2階上がれなかったんですけれども、はい、お声聞こえてきまして。あ、そうですか。いつもね、はい、放送で流れてるので曲がね、はい、聴いてるんですけど、うん、今日は生で聴かせていただきます。 ありがとうございます。はい、通算に聴いていただきたいと。ね、愛さんとマットさんはね、そうですね、割とレコーディングの時もそうですし、はいはい、関わりを持たせてもらったんですけど、うん、はい、今日が初対面。そうですよね。なのに私こんな声で本当すいません。はい、いや全然もっともっといい声が出るんですよ私。僕はもう毎回聞いてますから。そうですか。ちゃんと分かっております。ありがとうございます。40回聞いたわけ。いやそうですよね。はい、ちなみに健吾さん、今日の出来具合は、はい、ライブの方はいかがでした？まあ僕らはいつもあんなもんです。っていうかもう終わってから速攻マットさんにもうかなりの、うん、ね、ダメ出し的、あら、はい、注意をいただきました。そうなんですか。まあ、僕らの CD のレコーディングプロデューサーでも、あら、そうですよね。プロデューサーじゃないわ。エンジニア、エンジニア、ね、エンジニアしてもらったぐらいですからね。はい、ここがどうや、ここがどうや。もう細かいでしょ、うるさいでしょ、もうほんなにめんどくさいでしょ。それがあるからね、僕らもちゃんとね、伸びていけるのではないかと。あ、ありがたいですよね。感謝しておりますので、はい、分かる人は分かってくれるんですよ。分からない人には分からんけど、全然分からへん。僕はあまり実は分かってない分かってないですよ。まあそうなんでね、こうやってね、来ていただいたことありがたいことですよね。本当にヘビーローテーションもね、うん、長い間、はい、ずっと採用していただきまして、はい、本当にありがとうございます。はい、これからもヘビーでローテーション続きますんで、はい、よろしくお願いします。またね、はい、曲も頑張って、ね、新しい曲またね、はい、流せたらいいかと思います。そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、はい、まあそれなんでここで曲聴いていただきましょうか。はい、そうですね。ということで健康さんお越しいただきましたので、この曲聴いていただきましょう。健康高尾と田中翔吾で 4-58。僕ら自体がもう4-58ってずっと言ってたんで、で別にどっちも正しくも間違いもなくて。ただ呼び名的にはそういうふうに自分は言うてるということ。健康さんと健康さんからいいですか？いいですか？大丈夫ですか？はい。それは本人さんに聞いてくれよ。俺に大丈夫ですか？そうじゃないと、どこの誰かが分かんない。いや、もう緊張してやられるとして。世間には俺の彼女になってる。あ、そうなんだ。それもややこしだね。それも公認のフリーなんや。それもややこしい。非常にややこしい。この間も外で誰か来たのに、あ、僕の彼女ですって紹介して。ややこしい、ややこしい。で表示健康さんの4-58。これで今音源を全部変換してあるのをここにくっつけて、で時間15分に合わせて最後切ってフェードアウトさせるっていう。なので普通にその曲をいただいてもすぐかけれるわけじゃなくって、一旦ちょっと変換を、はい、音量レベル合わすために変換しないといけないんですね。この間に流れてるわけじゃない。そうなんで、後でくっつけるんですよ、音楽を。はい。で、ちょうどその喋った時間の残り時間に合わせて曲をやるんで、なんか喋りすぎると曲がものすごく短くなる時だったりとか。僕はこの曲最初の時に紹介してもらった時、2番の真ん中ぐらいまで行ったんで、すごい
その時はそうですね、ちょっと前が早めに行ってたやつ、それで歌詞結構2番の半額まで